それでは皆さんお待たせいたしました。米国となりましたので、横浜宇宙デイトークセッションリアル開催特別講座スペースダイビング水中疑似月面プログラム6分の1重力を体感するをさせていただきます。本セッションは地球にいながら月面宇宙飛行士となってリアルに近い疑似6分の1重力を体感する水中の自然物理作用を生かした日本初の水中疑似月面プログラムについて解説いたします。語り聞かれる宇宙ではなく自分の体で感じる言葉では表現できない経験が皆さん待っています。宇宙大学の夏美と申します。ありがとうございます。宇宙大学は藤永さんのこのスペースダイビングに大変注目しておりまして、本日ぜひにということでご講演お願いしました。はい、それでは早速藤永さんにお願いしたいと思います。今ちょっと動画見ていただいたと思うんですけれども、これ実際に私、前回の JAXA 宇宙飛行士選抜試験も応募しまして、この撮影もその時の一緒に受けたメンバーに協力していただいて撮影したものだったんですけれども、まあ、なかなかこう、後ろからこうライトが照らされて珍しい風景だったと思うんですけど、あれは八丈島の、ナイトダイビング。本当に真夜中の夜20時以降ですね、の海の中を潜って撮影した映像です。で、今回このせっかくのこの水中疑似月面コースなんですけれども、皆さんにすごく私が大切にしていることなんですけれども、ぜひ自分でその宇宙空間であるからなんですね、疑似的な環境ではあるんですけど、ぜひ自分でその体験をしてほしいなっていう。最近はやっぱり無人機だったりとか、ドローンとか、いろんなこの機械が、いろんな限界環境に行って撮影してくるとか、機械がすごく多いと思うんですけれども、やっぱり私は生きている以上は、やっぱり自分が体を使った経験とこそが一番生きた経験だな。人から聞いて、あ、面白そうだなとか、例えば食べ物も美味しそうだなって言っても、やっぱり自分で見て、食べて、経験したものこそが、初めてそれで理解できるものというふうに思っているので、今回は、この、募集のところでもあったと思うんですけれども、この語り聞かされる宇宙じゃなくて、ぜひ自分自身で感じ取っていただきたい。今回は少しでもそのきっかけになればと思って、皆さんにお話ししていければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ですね、早速なんですけれども、皆さん、ちょっとスマホかメモ用紙を出していただきたいと思います。何でも大丈夫です。これからですね、アイスブレイクで10問、皆さんに問題を、問いを投げます。丸バツで答えていただくだけで大丈夫です。何でもいいですよ。大丈夫そうですかね。もう本当に10問、丸バツだけメモしていただくだけなので、ちょっとじゃあ行きたいと思います。では、早速なんですけれども、
ドン。読みますかね。ちょっと上から字がちっちゃいに読み上げていきます。まず一つ目。例えば職場もそうですし、学校もそうです。いろんなところだと思うんですけど、イライラすることがあった。でも、自分はうまく、その、ストレス発散、まあ、気楽にやることができる方だっていう人、丸か×か。どうもサクサクいきますね。二つ目、問題が起きました。私は人の意見を求めず、自分一人で全部解決しちゃいます。三つ目、報告連絡相談、ほうれん草ですね。は、しっかりとやります。丸か×か。4つ目、国籍、いろんなこの国の人、まあ、今、たくさん友達いると思うんですけど、問わず、誰とでも私は仲良くする方です。もしくは積極的に人と関わる方です。でも大丈夫です。いきますよ。次、5番目。なんかトラブル、怪しいな、危険だなとか、そういう危険予知が、私は結構早く、敏感に反応する方です。6番目。友達、恋人、もしくは家族でもいいです。喧嘩した。何くそーっとこう喧嘩しました。でも、まず自分が悪い。自分の非もちゃんと認めます。これ難しい。7番目。自分から率先して何かこう取り組んだ経験がある。例えば部活でも、部長でもいいんですけど、そうか、特になんか、一番上のトップの人じゃなくても、自分から何か積極的にリーダーシップを発揮した経験でも何でもいいです。8番目、実は私は怖がりです。いきますよ。9番目、価値観の違い。ちょっとこの人と考え方合わないな。でも、こういう考え方もあるんだなっていうふうに、考え方の寛容である。最後10番目。失敗しても引きずらない。うじうじしない。次っていうふうに切り替えられる人。皆さん大丈夫ですか？ちなみに、ダイビングで、ハンドシグナルってやって OK だったらこういうサイン出します。OK。か、遠い人だったらこういうサイン出すので、もし皆さんよかったら OK サインとか出してくださるとすごく嬉しいです。皆さん大丈夫ですか？ OK。ありがとうございます。OK です。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、ですね。この問題、後で必ず解説しますので、ちょっと本題の方入っていきたいと思うんですけど。さあ、皆さん、ダイビング、海なんですけれども、この中で、ダイビングやったことあるよって人、いらっしゃいますか？結構いますね。ありがとうございます。そうなんです。ダイビングなんですけれども、もう本当に面白いです。ぜひ、この後もご説明するんですけど、体験したことない方、いらっしゃったら、ぜひやってみていただきたいんですけど、こうダイビングをしてるとですね、すごく面白い話を私よく聞くんですね。海の中に飛び込んでみて、あ、面白かった、結構大きな生き物もいたりするんですけど、よく口揃えて皆さん言うのが、なんかこう、縦横無尽に飛び回れるこの無重力感が本当に気持ちがいいっていうんですね。これ私なんですけれども、実際に水中のだいたい10メートルくらいの中層にぷかぷか浮いてます。特に力は使ってないです。もう本当に全身脱力した状態で上をこう振り向いたりとか、縦横無尽に体もいろんな向きに変えて一気に下に旋降したりとかもできるんですけど、本当にこういるとまるで無重力であるかのような感覚があります。でも実際に宇宙と海ってのは浮いてる感じ一緒かって言ったら実はそうじゃないんですね。ちょっと物理の話です。中性浮力です、水中の中では。これ聞いたこと、ダイビングしてる人は知らないは絶対ないと思います。アルキメディスの法則って言うんですけど、お風呂、家で、帰ってきて、あ、疲れたって言って湯船こう張って、よいしょーってこう入ったら、ザバーって湯船こう、お湯ザーって出ちゃいますよね。あれが、海の中で入ると全く同じで、入った分だけお湯が押し出されるじゃないですか、お風呂って。これが海の中に入ると全く同じで、自分が海の中に入った分、その分量の同じ量の水が、を押し出してるんですけど、ここで浮力っていうのは、この赤い矢印なんですけれども、水からその分が力の抵抗を受けます。これが浮力になって、
重力は常に下に働いてるんです。水中にいても。でも、浮力になることで、そこで、いい感じのこの塩梅で、ふよふよ、ふよふよ浮いてる。で、これが中性浮力っていう、あくまでイメージなんですけど、ただ今お伝えした通り、浮いてるとは言っても、重力がずっと下にかかっているっていう感覚はわかります。で、宇宙はどうかっていうと、微小重力って言い方もするんですけど、月面、宇宙空間、特に宇宙ステーションであれば、ほぼほぼ 0G、グラビティですね、に、0重力に近くて、月面だったらその6分の1っていうふうに言われてます。でもさっきの水中では水が、要は液体が、で敷き詰められている関係です。ここではほぼ真空なので、浮いているっていう感覚が似てるかもしれないんですけれども、全く、実際に力の加わり方は実は全然違う。でも、すごく似てます。で、この水中ではその、私はこの今回6分の1環境なんですけれども、ちょっとまた皆さんご質問で、運動会あったと思うんですけど、騎馬戦があった、もしくは経験した、見たことある人っていらっしゃいます。あ、いますよね。そうですよね。ありがとうございます。騎馬で、下のその一番土台になったことある人、もしくは上に乗ったこと、ああ、ありがとうございます。その状態で、ジャンプできると思いますか？無理ですよね。ちょっと見ていただきます。で、一人当たり、ライディングのこの一番先頭に立っている人が、大体この人80キロくらい。で、ダイビングのこのスーツ、後ろのシリンダーですね、と、重りも背負うので、合計したこの人100キロくらいです。で、上にいるのが私で、私ジャンプ一切してないんです。で、私も大体合計80キロ、90キロくらいにする。そんなん陸上ですよって、ジャンプなんてできようもないんですけど、ここでは、ちょっとジャンプするだけで、あれだけピョーンって跳ね上がれるんです。で、着地もすごくソフトです。で、もう一個。これは私が水中でカッポしてるんですよ。こんな力を使ってないです。こんなことだけでも、これだけで2メーター以上、2メーター、2メーター。頑張れば2メーターくらいは軽々と動けます。で、着地もこういった感じで、宇宙飛行士というのは、皆さんこういう宇宙飛行士と、まるでなっていただいたことになって、いろんなミッションに取り組んでいただく。はい。で、このコースを、ですね、私は3段階のレベルに分けました。ちょっとこの中で、ダイビングされたことない方いらっしゃると思うので、この右のですね、ライセンスっていうのは少しだけご説明をします。ダイビングって聞くと、その水中の中で結構、息のできない環境っていうふうに思う人いると思うんですけど、事故だったり怪我する件数ってすごく他のスポーツと比べてずっと少ないんですね。サッカー、バスケ、テニス、ラグビーとかって、本当に体当たっていくんで、怪我とかってたくさんすると思うんですよ。足捻挫したとか、打撲したとかたくさんあると思うんですけど、ダイビングでの事故っていうのはすごく少ないです。けど、水中環境なので、ひとたび事故が起こってしまうと、ちょっとここ英語なんですけど、エクストリームエンバイロメントって書いている通り、その極限環境になるので、一回事故が起こると結構重篤な問題に発展することがあります。なので、ダイビングの基準の中では、安全基準というのが作られています。で、その人の泳ぐスキル、ダイビングスキルに合わせて下から、オープンウォーターライセンス。で、さらに1個上、もうちょっと上達した中級者向けには、このアドバンスライセンス。で、そのさらに1個上に行くと、レスキュー。本当に水中から人を救助する訓練を各ランクごとに合わせて、安全基準っていうのはこの、ダイビング指導団体たくさんあるんですけど、私の場合このパディっていうのは見たことある方いらっしゃるかもしれないんですけど、の、基準に沿って、作ってます。で、今回のコースも、このパディの、ダイビング指導団体の、安全ガイドラインがあるんですけれども、それに則って、パディっていう団体から、このコース安全ですっていうのを、正式に認可していただいた上で、このコースを開催してます。なので、このランクに合わせて、私のこのスペースダイビングっていうコースも、下からレベル1、2、3っていうふうに分けて作ってます。
取り組んでいただく内容が、さまざまあるんですけど、ちょっと英語になってるんですけど、下からこのサンプリング、最終ミッションですね。で、二つ目がドキュメンテーション、記録したりだったりとか、ナビゲーション、実際に水中で歩いて、二人一組になってもらって、行って帰ってくる。ちゃんと帰ってくることができるか。と、最後が、まあ、3番のレスキューコースに並んで、そのレスキュー訓練。まだまだコースは今作っている最中なんですけれども、例えばこのサンプリングミッション。実際のこの、先ほども多分ここで講演聞かれた方いらっしゃるかと思うんですけど、もしくは一番最初の山敷先生、その京都大学の教授の、宇宙居住の話あったと思うんですけど、今、アルテミス計画っていうのが、今、人類、まあ、アメリカを中心にして、世界最前線の人類の、文明を、開いていく動きになってるんですけど、そこで月面を開発していく上で、月面のその資源をたくさん取ってくることが、で、検証することがすごい大切になって、今も宇宙飛行士同じ訓練をやってます。で、このコースでもそれにちなんで最終ミッションというのをやっていただけるんですけど、実際にじゃあサンゴを削ったりとかするとそれ環境破壊になっちゃうので、僕らとしてはこのコースでは、まあ水中の水質調査もそうなんですけれども、海洋保護活動に絡めた取り組みにしようと思ってます。パディのこのダイビングの中で、プロジェクターアウェアっていうのがここにあるんですけれども、この非営利団体で海洋保護団体っていうのがありまして、世界中で海洋に、まあ、水中に転がっている、本当ペットボトルがいろいろあります。そういったものをこう拾い集めて、報告書として、全世界のそのオープンネットワークの、インターネット上の報告書がアップされてます。で、ここに自分の名前を入れたりとか、どれくらいのものを、プラスチック、例えばペットボトル10本だったりとか、で、自分の名前と地域の報告入れると、自分もこの中に名前として加わっていきます。これ、実際に全世界で行われている、報告書の道具なんですけれども、こういった活動に絡めて、ただ自分たちが、サンプリングミッションとして楽しむだけじゃなくて、海洋保護に、つながるような活動にしたいと思っています。で、このコース、何も私の好奇心だけで、想像だけで作ってるだけ、いるわけではなくて、実際の NASA の宇宙飛行士ミッションのレポートだったりとか、実際に訓練している内容をベースにして作ってます。上から、この NEEMO 訓練って、これ、NEEMO って聞いたことある方いらっしゃいます。お、すごい。ありがとうございます。NEEMO。ですね、カリフォルニアの方にある、水中居住施設。で、宇宙兄弟って読んだことあるかっていう。おお、すごい。ありがとうございます。宇宙兄弟の中でも出てくるんですけれども、実際に宇宙飛行士が水中で1週間以上滞在して、まるでその地球ではない別の惑星の上を、探索することを想定した訓練をここで行ってます。どちらかというと、水中今回のスペースダイビングはこれにすごく似たような内容です。で、あとは NASA の、NBL っていう超巨大プール。ニュートラルボイアンシーラボっていうのがあるんですけど、そこでも訓練、宇宙飛行士訓練が行われていて、それもイメージ、参考にしながら作ってます。実際に今は、アルテミス計画に向けて、この宇宙服を着た人が、このプールに砂を敷き詰めて、これまさにサンプリングしてる、画像ですね。これ NASA のホームページから見れるようになってるんですけど、こういったことを皆さんにやっていただこうかなと思います。と、もう一つ、やはり宇宙飛行士になるにあたって、資質特性っていうのがあるんですね。これも参考にしてます。この、Human Behavior and Performance Competency Model っていうのがありまして、8つの資質特性っていうのがあり、今回このコースでも皆さんにこの、資質特性に、ちなんで評価をしていこうと思っているのですが、もうすでに皆さんこれに答えていただきました。最初の丸×の答え合わせをここでしたいと思います。実はさっきの丸×なんですけれども、この8つの資質特性を元にして私がちょっと作ってみたものです。皆さん、メモの出していただけますか？さっき丸×出していただいた。いいですか？いきます。じゃあ、合ってる人と合っていない人多分出てくると思うんですけど、答え出していきます。ボン。はい。どうですか？×は丸2だけです。で、6番、ちょっとここだけ振り返りますね。
6番は、さっきこの点火したとき自分の非を認めるってあるんですけど、これは三角にしました。状況によります。いろいろな喧嘩の内容にもよると思うので、必ずしも自分が悪いわけじゃない場合もありますし、自分のことを認めなくちゃいけない場合もあると思うので、ここはちょっと三角にしました。ここは丸バツどちらでも大丈夫です。ただそれ以外は、丸2番以外は全部、丸になっていて、丸になきゃバツです。これ全問合ってた方っていらっしゃいます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、これ、どういうふうに評価で分けているかっていうと、さっきの8つの資質特性に表すと、こうなるんですね。1番目から、この自己ケア、自分のことをしっかり見れる、管理できる、客観的に見れるってことですね。と、2つ目がコミュニケーション、人と、交流、ちゃんとこう話し合って、うまくこう連携できること。で、3番目、さっきの国籍問わずってあったと思うんですけど、異文化理解。ね。で、4番目が、ちゃんとチームワーク、協調性を発揮して、チームで一緒に活動できます。で、5番目が、リーダーシップ。6番目が、衝突回避。まあ、これ、要はトラブル、起こった時に、ちゃんと解決できますっていうところ。で、7番目が、状況認識。と、8つ目が、意思決定、まあ、問題解決。これですね。っていうふうに、実は分けてみました。これ合ってる合ってない、これ様々あると思うんですけれども、宇宙飛行士としてはこの8つの資質特性っていうのが、実際に、この赤枠部分ですね、本当の報告書はもっと英語でつらーってあるんですけど、これ一部抜粋したものです。の、この2の1から2の8っていうところが宇宙飛行士に、あくまでまあ現在は、この報告書は、国際宇宙ステーション、に、で活躍する宇宙飛行士に向けた報告書になってるんで、資質特性になってるんですけど、多分これから月面環境に、また環境がガラッと変わるので、おそらくこの資質特性は、きっと変わると思います。で、おそらく今それ NASA が作っている最中だと思うので、またそれはアップデートされた自分も調べていこうと思っています。と、もう一個参考に今回構成したものがあって、これ知ってる人は多分いないと思います。テクニカルダイビング。言葉を聞いたことある人。ある。ある。あるのは知ってる。やってるから。ある。どこで聞いた？本で読んだ。すごいね。テクニカルダイビングをこの幼い年齢で知ってるっていうのは相当珍しいですし、すごく嬉しいです。これどういうコースかっていうと、ダイビング。は、ちょっとまた英語で書いちゃってごめんなさい。まあ、most common form。まあ、一般的なそのレクリエーションダイビングは、このオープンウォーター、頭が開けたような環境。何かあってもすぐ浮上できる環境でやるんですけど、テクニカルダイビングっていうのは、疑似閉鎖環境ってところであります。その閉鎖環境って何かっていうと、ケーブル、要は洞窟だったりとか、沈没船とか戦闘機が水中沈んでるんですけど、そのレックと氷河、知床の氷河とか流氷あるんですが、あの下も潜れます。その流氷の下とか。あとは、これちょっと話し出すと長いんで、割愛するんですけど、40メーター以上の深さを潜る場合も、疑似閉鎖環境って言われます。直浮上できない。すると、減圧症っていうふうになってしまうので、危険なので、40メーター以上っていうふうにされていて。で、今回のこのコースでは、かなり物理に立脚した内容を行います。減圧理論も皆さんここで学んでいただく。これ宇宙飛行士でも減圧します。水中だったら圧力はかかるんですけど、宇宙空間に行くとその圧力が逆になくなっていく、ほぼほぼ0に近づいていくんですけれども、ちょっとこれはまあ経験していただかないとなかなかわからないんですけれども、飛行機乗ったことある方っていらっしゃいますか？ああ、ありますよね。なんか耳シュッてこうなんか押される感じとかなんか耳に違和感あるよね。あれこそまさにその圧力が変わってる状況で耳抜けプスッてやるとプシュッてなんか耳がなんかまあ気もなんか違和感が取れたりすると思うんですけど、あれは実は耳抜きっていうのが圧平衡って言って、そこの圧力が下がったところと自分のこの中にある空間を一致させてるんですね。で、宇宙飛行士はそれをひたすらやってます。これをやらないと、体にこう、N2 って窒素
なんですけども、がいっぱい溜まっちゃう、結構いろんな問題が起きちゃうので、そうならないように、たくさん活動して、この宇宙飛行士のこの減圧量を絶対に知らないといけないので、今回このコースでも、あまり難しくはしないんですけれども、学んでいただこうと思います。と、その窒素酔いですが、ナルコーシスっていうのもありますし、潜っていると30メーターくらいでガス酔いするんですよ。なんかお酒に酔ったような感覚になる人がたまにいます。あとは、酸素中毒。これ、酸素吸ってて、体に害がないと思うことはあるかもしれないんですけど、実は、結構この下にあるように、痙攣が起きたりとか、耳鳴りがしたりとか、結構いろんな体に諸症状が起こります。これも、取り扱いしっかり気をつけなくちゃいけないので、これも学んでいただき、さらに、自分で、こう、さっきのナビゲーションに行って帰ってくるってあったと思うんですけど、基本的に空気源、シリンダー、タンク1本で行きますので、空気源限られてます。つまりは時間も限られてる。ので、自分がどのくらいの空気を消費しながら行って帰ってこれるのかを全部算出して、計算で出して、で、この計画のもとにミッションをやっていく。本当にそれが達成できるのかっていうのを測ってもらいます。結構しっかり備えるんです。で、ちょっとテクニカルダイビング、イメージ映像もありますので、お見せしたいんですけど、これ、ダイビングだと基本的にシングル、シリンダー1個だけで潜っている人多いと思うんですけど、これはですね、2本でいきます。はい、ありがとうございます。テクニカルダイビングってこういうのだった？本で読んだのって。ちょっと違う。わかんない。はいはいはい。テクニカル、ありがとうございます。テクニカルダイビングいろんなスタイルがあります。背中に背負うものもあれば、横にこうつけるサイドマウントっていうタイプも結構いろんなバリエーションがあるんですけど、では、テクニカルダイビングも今回参考にしてこのコース作っていて、で、ちょっと時間もそろそろかな押してきてると思うので、まあそろそろ終盤なので締めていきたいと思うんですけど、この、疑似月面コースで皆さんに本当宇宙飛行士になっていただいて月面環境、疑似月面環境をこう体験していただくコースになってるんですけど、なんでこのコースをちょっと作ったのかだけ最後ご説明したいと思うんですけど、このコース作った理由、まあ、ダイビングと宇宙、そもそも海と宇宙ってかけ離れてる。そもそも物理的にも全然遠いんですけど、私の中ではすごく、近いな。まあ、さっき似てると話したと思うんですけど、繋がってると思ってるんですね。で、ゆくゆくはですね、スキューバーダイビングって社会インフラになると僕は思ってます。前澤さんもそうなんですけれども、これから本当に人が、月面宇宙環境で暮らす時代が本当にやってきます。で、特に皆さん、まだ、学生さんの世代だったりすると、まあ大きくなった時にもしかしたら本当に月で行けるチャンスができてくれると思います。実際にまあそこで座ってる人は本当に月に行こうと、してる人がいるんですけれども。で、行くためにはやっぱり訓練をたくさんやらなくちゃいけないんです。誰でも行ける。でも、やっぱり行くためにはすごくこう、一歩間違えれば本当に危ないことになってしまうので、ちゃんとしたこうガイドラインに従って、ちゃんとした安全スキルもちゃんと、徹底して覚えていかなくちゃいけなくて、その中で宇宙空間にすごい近いこの海の環境っていうのが訓練にものすごく適しているんですね。なので、いずれ社会インフラになると思っていて、まじにこのアルテミス計画、いずれ昔はこのアポロミッションっていうのがあって、月に行くだったんですけど、今はこの月を開発した上で後ろにある火星ですね、に到達しようっていうのが最終到達点で、このまあロードマップ、こういうふうになってるのものすごい
年月をかけます。多分、私が生きている上では火星に行くことはおそらく見れないです。でも、まあ、人間ってやっぱその、次の世代に引き継いでいく生き物だというふうに思っていて、そのためにまず、今のこの人、次の世代が月で活動できるために、地盤を作っていく必要があると思っていて、まずその最初のステップとして、皆さんにこの月面環境を疑似的に体験していただくプログラムとして、このコースを作りました。で、実際にこの水中使った、有用性見出しているところが、まあ、まさにあそこにいるんですけれども、このブルーアビスっていう、イギリスの民間企業で実際にこの水中、超巨大施設です。を作って、活動している方もいらっしゃって、アメリカの方とも契約を結んで、そこで施設を作って、宇宙飛行士の商業利用、これもしかも民間のミッションですね。で、やっていく。今までは全部この訓練って NASA のみ。国の機関のみだったんですけど、これから本当にいろんなあらゆるその企業さんが民間でも自分たちでやるっていうことが主体になっていくので、まさにこの水中の利用っていうのが、大きく取り上げられていて、もう一つ、もし皆さんお時間があったらなんですけれども、今日一番最初のこの午前11時のセッションで、京都大学の、山敷教授が、お話されてたと思うんですけど、この有人宇宙学っていうのがあります。目的は人類が、持続可能な形で存続していく、発展していくために、人が宇宙で暮らしていくためには何が必要なのかを一冊にまとめています。内容、まさにその下にも絵書いてあるんですけれども、土井宇宙飛行士と山崎直子宇宙飛行士も共同執筆してここに書かれていて、いろんな論文が全部合わさって一冊になっているようなものになっているんですけど、これものすごく面白いです。で、この中でも人が宇宙で活躍、活動していくためには、海、水中環境がものすごく必要になる。特にやっぱりダイビングもそうですね。が大きく取り上げられているので、これからもしダイビング経験したことがない方いらっしゃったら、まずは一番最初のその初級のライセンスから、まあ、それよりも前に体験コースがありますので、ぜひこの海っていう環境から、せっかく地球に生まれて、この本当に面白いです、みんなが。ちょっとこの後お見せするんですけど、面白いのでぜひ体験。私が実際に。全部体験。で、これは、水の根本島っていうハンマーヘッドシャーク。髪大丈夫です。全然怖くない。これだけ近づくと全然怖い。髪って、どんなに近いかって。これ、極めつけ、これで。マッコウクジラ。1メーター級のマッコウクジラを、檻も何もない、1対1。おすれ違って、遭遇したことがあるんですよ。これだけ大きい環境が海の中にありますので、大きいタイミングをまずは始めたり、やったことない方は、ぜひそこから始めていただければなと思います。で、ちょっと最後になんですけど、ちょっと、皆さんもし可能であればご協力いただきたいことがあって、今年ですね、この疑似月面コース、まだ、テスト運用、いろんなこう、ちょっと試験的に試していかなくちゃいけないことが多くて、どうしてもちょっと資金集めをしなくちゃいけないので、クラウドファンディングを、計画してます。なので、またいずれ、もしそのよろしければ、私のツイッターとかフェイスブックなんかフォローしていただければ、その情報をアップしていきますので、もしご協力いただける方がいらっしゃったら、ぜひ、ということで、一応私のこの今回のプレゼンテーションを終わりたいと思います。水中環境本当に面白いので、ぜひ自分で経験を勝ち取ってみていただきたいと思います。ありがとうございました。